4WD から FR に変更したインプレッサでスーパー GT に参戦してきたクスコレーシングは、2006年の後半からトランスアクスル方式シンメトリカル AWD を採用したニューマシンを導入した。 EJ20 型水平対向4気筒ターボエンジンが発生した動力は、プロペラシャフトを介してまず後方のギアボックスへと伝えられ、その上にあるセンターデフを通して前後のデフへと振り分けられる。部品の増大によって重量が増えるというデメリットには、車体側の徹底的な軽量化によって対応している。2007年からはタイヤを横浜からダンロップに変更するとともに、エース兼開発ドライバーとして前年まで3年連続で GT300 クラスを制した山野哲也を起用した。雨の走行では AWD のメリットを生かして最初から速さを見せていたが、ドライでも次第に熟成を進めていく。翌年の2008年には山野の相棒として佐々木浩太、終盤2戦はカルロ・バンダムを採用した。リアセクションの軽量化や剛性アップなど細かな改良が加えられた2008年のクスコダンロップスバルインプレッサは、シーズン前半に空力をさらに改善、そして第4戦セパンでは完全ドライ路面ながら見事なポールトゥーウィンを達成したのだった。この他にも2度ポールを獲得し、2度3位表彰台に立つなどの活躍を見せた結果、2008年の山野のドライバーズランキングは6位をマークするまでに成績を伸ばした。残念なことに2009年シーズンには参戦しなかったが、復帰を望むファンの声が多く寄せられている。